どうも、こんばんは、エデムです。今回は、東京グール R イコールドゥイグジスト、佐々木配信を使って、こちらのキャラクターの魅力解説の方をやっていきたいと思います。では、行きましょう。ハイセ好きって前からずっと僕言ってると思うんですけど、このゲームでの使いやすさとしても僕はかなり、ハイセ好きなキャラクターですね。まず、はい、雪村ですけども、こちらも3連続の切りですね。チャージは、ないです。1、2、3回切ります。ちょっと雑魚で切っていこうか。1、2、3と。お、アモに吹き飛ばされちまったんだが。はい、1、2、3。で、次、カグネの攻撃。はい、ブスブスブス。ブスブスブス、まあ、こんな感じですね。輪郭の突き刺し3段階で、カグネの攻撃、この輪郭の第一段階攻撃なんですけど、チャージもできます。チャージして、はい、これ金木と一緒ですね。範囲攻撃、周囲の敵を吹き飛ばします。で、クインクスなんで追撃は必殺技ゲージの、確保という、はい、かなりこれマジ使いやすいんだよね。この輪郭のこの吹き飛ばしの攻撃、はい、追撃しっかり入れていくよ。で、二つ目のカグネの攻撃が、はい、飛び上がって全方向にワンステップ入れながら、回転アタックみたいなカグネで、これがね、マジで使いやすいんだよ。その場で、攻撃するのもいいんですけど、それだとね、ちょっと敵のね、その迂角の攻撃に当たったりとか狙われたりするんですけど、これは攻撃の間に挟んで、その場で移動しながら攻撃とかできるんで、かなり、ね、使いやすいんですよね。こうやって、しかも飛び上がることでね、敵のこの、なんて言うんだろう、ね、そのタゲを外すというか攻撃から一旦外れるみたいな、そういう使い方ができるんです。すげえ、使いやすいですね。はいはいはい。で、チャージショット、まず必殺技見せようか。必殺技これでも使おうか。はい、必殺技は飛び上がってザンザンザンドカーンちょ激音というか、もうなんかもうまた語彙力のなさが垣間見えてしまったんですけども、はい、もうすげえね、とにかく、はい、なんて言うんだろう、使いやすく、わかるかな、正直、金木とかよりも使いやすいと僕はね、思ってます。はいはいはい。まあ、そのね、理由がさっき見せた、その、ワンステップ前に入れながら、確認立てつけど、これが普通の攻撃と組み合わせやすいっていうね、はい。まあ、火力はまあ普通です。いてててて、これないの普通だよね、なんかすげえ攻撃してくるんだけど。はい、はいはい。でチャージ入れて吹き飛ばす。オッケー。あ、こんな中ボスできたっけこのマップ。はい、ちょっとあれだね、覚醒ゲージ溜まるまで普通に戦っていこうか。射撃しそう。射撃を見せてなかった。追撃入れて、で射撃はなんだっけ、鳴らしか、鳴らしですね。はいはい、ピュンピュンピュン、豆鉄砲ピュンピュンピュン。音もね、なんか音なんか SF 映画出てきそうな、このわかんない、ピュンピュンピュンみたいな。はい、よいしょー、これよ、追撃を入れて、あれ俺目の前に追撃入れたつもりだったんだけどね、この子に追撃を入れて、俺は今日だけ方向音痴だ。あ、これウリエのセリフか、耳に入ってきた。お、アモンが必殺技使ってるね。で回復して、さあ覚醒ゲージもうちょい溜まるな。こいつ追撃入れたら多分溜まるだろう。はい、追撃からのもう一回追撃、あ、入れれないかなこれ。追撃を入れて、さあ覚醒ゲージ溜まっていく。で覚醒しようか。ちょ、もうちょい敵うじゃうじゃ湧いてきてほしいんだけど。お、じゃあ覚醒しようか。はい、暴走排斥。もう暴走排斥は常にカグネが出た状態でステータスアップですかね。はい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 、お返しです。でセリフもね、変わるっていう。はいはいはい、これセリフ変わってるよね、多分。お返しですよ、セリフ。暴走してからじゃなかったかな。ちょ、勘違いだったらすまん。が、もうこのモデルよ。ああ、このもうめちゃめちゃかっこいい。もうカグネ、もうカグネもなんかちょっとあれかな、白っぽくなってる。はい。ちょっとね、暴走モードというか、覚醒モードがちょっと一瞬すぎて、もっとこのモデルを舐め回すように見たいんだけど。あれですね、今は意図的に暴走モードになったけど、こう、キャラがやられかけて、勝手になる暴走モードで最後必殺技が発動しますね。はい、よし、じゃあまた普通に戦っていくか。最後1回ぐらいちょっとあれだな、必殺技打ちたいところであるが難しいかな。あと40秒か、難しいかもしれん。よいしょ、
昇進昇進昇進、うわーこのデブに必殺技打ちて勇気をチャージショット打って、このバックステップジャンプもね、あのかなり有効活用すると戦いの幅が広がりますね。こうやってこうやってまた空中攻撃につなげられるんで、バックステップジャンプして空中からズドンと、まあ、攻撃のレパートリーっていうかこの3段階だけで終わっちまうみたいな、その後ジャンプして上から突き刺しみたいな、吹き飛ばし攻撃みたいな、いろいろできることはあるんですけど、なかなかね、操作につながらないという、ということで僕の大好きなキャラクター佐々木ハイセの今回紹介の動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。